簡単に言うと、抑えきれない自分の好奇心を満足させるために、自由を再び手に入れてから4日目に、僕は監獄に戻ったんだ。それは狭苦しく、死角かった。一人しか入れず、長居には向いていない。中にいると、寒さはゆっくりと肌に浸透して、血肉を硬直させ、その次は神経を凍らせる。それは紛れもなく、冷蔵に似た保護措置だ。僕に与えられた苦痛の中で、ほんの少しの愉快さが存在すると感じてしまったくらいだよ。こうして、僕は冬眠した獣のように体を丸くしながら、寒さを溶かす視線を待っていたんだ。ここで最も特別な囚人として、それほどの注目を浴びるべきだと、僕は思う。しかし、あの時の僕はまだ疑っていた。この来訪者は本当に僕のことを知っているのか？僕がタイミングよく目覚めたのは、ただの笑い話なんじゃないかってね。何はともあれ、コレクターや宇宙人よりも、やっぱり僕は、探偵を相手にするべきだと、そう思わないかい？深さん、陳列ケースの中にいる人のことを知ってるの？彼は私の敵と言うべきでしょうか。ああ、昨日の出来事のような評価だね。実に懐かしい声だ、フカ。フカ。彼は聡明な人というより、狡猾な犯罪者でした。彼にとって犯罪は過ちではなく、称賛されるべき芸術だったんです。芸術といえば、僕はそのまま目を開いて、君に熱く一礼して、笑いながら、こう話しかければよかったかもしれないね。久しぶり、親愛なる名探偵さん。と。そんな人がいたなんて、過去に何かトラウマでもあったのかな？賢い人でもそんなバカなことをしでかしたりするの？ 。これは。子供の言葉は無邪気と言うべきかな。オレンジとブルーは傍観者だ。彼女たちがそう考えたのも理解できる。そして僕にとっては、君も不可と同じように危険な存在だ。君が去ってから、彼女が来るまでに起きたあらゆるおかしな事件をもう一度説明する必要はないよね。しかし君は僕のそばにいることを選んだ。尖閣のビタ、君の心配は理解できるよ。最も聡明な彼が賢い選択をしたと思いきや、身を置いてからその中に隠された愚かさに気づき、慌てて抜けようとする。君がその考えを気にしていなくても、それは君たち7人の関係に影響を及ぼす。本当に気にしているのはその事実だろ？よく言うよ。僕たちが知り合ってから4日しか経っていないとは想像できないくらいだね。インディコ、2日だけだよ。私たちが彼に会ったのは昨日だったよね。ああ。でも彼は、博物館を抜け出した時には、もうみんなのことを観察し始めていた。やっぱり、君はとっくに気づいていたんだね。しかし、僕は気になるんだ。町の管理者として。君はなぜ、僕のような目立たない普通の人間に興味を持ったのかな？僕は視線に入る範囲内の存在に同じくらいの興味を持っている。君はたまたまその範囲内にいただけだ。
やっぱり僕たちは気が合うね。インディゴ、私たちはこれからどうすればいいの？現状を維持しよう。あのフカという名の異邦人は彼とは違う。彼女の危険な一面は本人ですら気づいていないところにあるんだ。ああ、彼女こそが真実を探るのにふさわしい。ふさわしいと適切はイコールじゃないよ。君は少しも手加減しないね。しかし好奇心と求知心は人類の本性だ。そして僕たちのようにその本性を自己実現へと昇華できる存在は実に少ない。常人とは肩を並べられない運命にあるんだ。よく考えてみてくれ。僕たちが真実のために奔走している最中に多くの人たちの目に映っているのは衣食、安全、愛情だけだ。彼らは全力を尽くしても社会での自分の些細なポジションしか守れない。それは自慢すべきことなのかな？それともあなたはもうご飯を食べなくてもいいし、秘密基地に隠れなくてもいいってこと？君の話は一理あるね。確かに僕たちは真空の中では生きていられない。それなら今の話は僕が君たちとの共通点を見つけるために適当に作った虚言だとでも思っておいてくれ。変な人だね。よくそう言われるよ。だが僕に協力してくれた君たちに隠し事なんてしない。やり方は少し不器用だけどね。不器用？どうして？あなたが昨日話したことも確認できるまではもう少し時間がかかるけど、私は信じたいと思ってるよ。だってバイオレットちゃんも似たような言葉を言ったことがあるから。それって君と彼女の秘密だったのか？秘密じゃないよ。もともとみんなに教えようと思ってたけど、いいタイミングが見つからなかっただけ。つまり僕は彼女のおかげで得をしたんだね。でも信じてくれてありがとう。本草のビタ、自ら解剖台の上に上がらないと君の信頼を得られないと思っていたんだが。また変なこと言って。そんな残酷なことはしないよ。彼女のことをよく知ってるなら誤解されるような発言はやめてほしい。ああ、最善を尽くすよ。ううん、大丈夫。でも今日の怪物たちはあなたとは無関係だって約束して。ああ、約束しよう。あの怪物たちと僕は無関係だ。というより僕も奴らがなぜ現れたのか気になっている。気になってはいるが、君の言う通りに今の僕はまだ自身の安全を優先する必要がある。一撃で石柱を粉々にするあの名探偵は別として、あんな恐ろしい怪物に出くわしたら誰もが逃げるしかないだろう。だからそう心配はしないでくれ。彼女がいる限り君の仲間が危険な目に遭うことはないよ。それに演目はまだ始まったばかりだ。オレンジさん、このマークを知っているんです。つまりここにあるこの橋は私の友人が設計製造した宇宙船の一部なんです。宇宙船？フカさん、宇宙船って何？宇宙船というのは
空の上を飛行する大きな船のことです。私たちの目の前にある橋は、その船の中にある部屋の一つで、故郷では船室と呼ばれています。複雑だね。和光くん、オレンジさん、この変わった形をした橋はいつからあったんですか？僕たちは天災が起きた後、みんなを率いてひびを乗り越えられる方法を探してた時に、偶然この橋を見つけたんだ。その前はみんなもこんな建物を見たことがなかったよ。そうだね。新しい故郷を作り上げた後、私たちも集会で橋について話し合ったの。橋はもともと地下に埋もれてたんだけど、大地が割れちゃったでしょ。その時に種が土を破るようにひびの中から顔を出したっていうのがレッドの考えだった。でもバイオレットはすぐに真逆の見方を口にしたの。橋は高いところから落ちてきたものだって彼女は考えてた。果物が地上に落ちるようにね。深さんの空の上を飛ぶ大きな船の話も合わせて考えると、バイオレットの考えの方がより可能性が高いかもしれないね。ええ、船室の破損状況を見ると、当時は相当な衝撃を受けたようです。その一部がここにあるということは、宇宙船の本体もこの近くに落ちているんだと思います。もしかしたら例の禁足地にあるのかもしれません。まさか深さんはとっくにそう考えてたけど、僕たちの肩書きを気にしてわざと黙ってたのかな。そうとも言えますね。何しろ私は部外者ですし、郷に行っては郷に従うというように、ビタさんたちのルールに従って行動するべきです。でも私の推測が間違っていないと証明された以上、考えていたことを隠し続けるのはむしろ人情に背いていると思います。和光くん、オレンジさん、グレーシュという名の女の子に会ったことはありますか？二人よりも少し年上で、今の身長は私とそう変わらないはずで、髪は綺麗な水色です。そうだ、彼女は絵が得意で、いつも絵筆や絵の具、画板を持ち歩いています。本気になると地面や壁だけじゃなくて、彼女自身にも様々な絵の具の痕跡を残す人なんです。昔彼女はこの宇宙船に乗って旅に出ました。もし彼女に会ったことがあるなら、いいえ、話だけでも構いません。聞いたことがあるなら教えてほしいのです。グレーシュさんは深さんとどんな関係なの？彼女は大事な友人なんです。私にとっては数少ない同世代の人間でもあります。時はそんな人と会ったこともそういう話を聞いたこともないよ。和光はどう？僕も同じだよ。でも啓明で会ってはいないけど、兆候でもそうだとは限らないと思う。普段みんなは滅多にここに来ないし、もしかしたらグレーシュさんは宇宙船を出た後にずっとこの近くで暮らしてるのかもしれない。和光の言う通りだね。運が良ければレッドを探してる最中にグレイシュさんの痕跡も見つけられるかもしれない。和光くん、オレンジさん、手伝おうとしてくれて
ありがとうございます。そう遠慮しないで、深さん。僕たちはただできることをしたいだけだよ。ここにいるのが他のビタでも、きっとみんな同じことを言ったと思うの。私たちは家族だからね。ええ。では引き続きよろしくお願いします。グレッシュ、あなたが無事でありますように。フカさん、ここに何かがあるみたい。え？これは、中にあるのは小さな都市ですね。ここにゼンマイがあります。回してみますね。二人にお願いしてみますね。うん。ところで、フカさんはこの曲を作った人のことを知ってるの？はい。彼女とグレーシュ、そしてこの水晶玉と宇宙船を作った人は私の友人です。最初の友人なんです。そっか。でもこの水晶玉は船室が落下した時にここに飛んできたんだよね。おそらくは。じゃあグレーシュさんも。バコ、ごめんなさい、そういう意味じゃないんだ。大丈夫、人は身も心も水晶玉よりずっと頑丈にできていますから。それにグレーシュは彼女は特別で信じられる人です。もしこのオルゴールがグレーシュさんのものなら、この近くにまだ何かがあるかもしれない。探してみよう。うん。ここに気になるものは特にないようだ。ちゃってるとインディゴとバイオレットでも直せないかも。大丈夫です。もしかしたらまだ何か情報が残っているかもしれません。Thank you.
しい物語だったね。この本の持ち主は和光とは違う感想を持ったみたいだよ。え？ここを見て。このページの最後に注釈があるでしょ。書かれてるものから考えると、この物語は一層おとぎ話みたいに見えるね。フカさん、これもクレイシュさんの本なのかな。これはもう一人の科学者の知り合いが好きそうな本です。おそらくグレイシュをからかうつもりで送ったんだと思います。まさかグレイシュが受け取って最後まで読むとは本人も思っていなかったでしょうね。そういうことなんだ。でも相手がグレイシュだからこそ、彼女はこの本を送ろうと思ったのかもしれません。無限の可能性を持つ子はきっと無限の意味を持つ答えを出しますから。でも無限といえば、今さら気づくのも少し変だけど、どうして私とビタさんたちは普通に言葉が通じるのでしょう。彼女たちは一体何者。フカさん、崩壊獣がまた現れた。ここは私に任せて、二人は隠れていてください。マコ、こっちに来て。この玉牌はどうしてここに。私からのプレゼントですが、先に渡してもいいですか。でもプレゼントを交換する日は明日だってエリシアちゃんが言ってたよ。ええ、だから先に渡しておきたいんです。どうして。それはまあいいでしょう。これは私が磨いた玉牌です。ありがとう、フアお姉ちゃん。でもどうしてこの石は温かいの。ずっと握りしめていたから熱が移ったのかもしれません。気にしないでください。どうして気にする必要があるの。温かくてフアお姉ちゃんみたいで好きだよ。それならいいのですが。ふわお姉ちゃんが夜更かしして作ってくれたプレゼントってこの石のこと。今夜プレゼントを渡しに来るかもしれないから、早めに部屋に戻るようにってエリシアちゃんに言われたの。ずっと待ってたけど誰も
ノックしなかった。だからドアを開けてみたの。そしたらフワお姉ちゃんがいたんだよ。やはりそうでしたか。フワお姉ちゃん、どうしてみんなの前でプレゼントを渡そうとしないの？それは私のゲームのプレゼントに対する理解が他のみんなとは少し違うみたいだったので。コスモも言ってたよ。私のプレゼントに対する理解はコスモとは違うって。でも違うのも正しいよ。フワお姉ちゃんのプレゼントは私とフワお姉ちゃんにとって大事なものを私のところに置いて私が代わりに保管する。私のプレゼントはフワお姉ちゃんと私にとって大事なものをフワお姉ちゃんのところに置いてフワお姉ちゃんに保管してもらう。そうしたらいつでもプレゼントは私たち二人のものだよ。そうですね。グレイシュの意見に賛成します。そうですね。違うのも正しい。グレイシュ、必ずあなたを見つけ出すから。さっきのはレッドの声。フカさん、急がなきゃ。早く片付けましょう。レッドさん、怪我はありませんか？大丈夫だよ。でも君がいなかったら多分ちょっぴり痛い目に遭ってたと思う。だからありがとう。どういたしまして。レッド、それはちょっぴり痛い目で済むような話じゃないでしょ。勝手な行動をしてそれでピンチに陥る。あなたはいつもそうだよね。オレンジお姉ちゃん、そう焦らないでよ。ほら、僕はこうして無事なんだし。それにちょっとおかしなものを見つけたからここまで追ってきたんだ。おかしなものですか？そうだよ。ヒビに近づいた時に向こうから人影が飛んでくるのを見たんだ。その影は僕たちと同じ高さで様子がおかしかった。簡単に言えば人に似ていて人に似ていなかったんだ。人に似てない？幽霊かお化けみたいな存在だと思うんだ。とにかくあんな姿勢で高速移動できる人がいるなんてとても思えないよ。だから息を潜めて走って追いかけた。それでここに来たってわけ。でもあと少しで捕まえられると思った途端にそれはスーッとヒビに入り込んじゃって、ヒビまで追ってきて辺りを探し回ったんだけど収穫は全くなかった。で、その後は崩壊獣と君たちに出会ったって感じかな。足跡とかはありましたか？僕の足跡ならあちこちにあったけど、あいつのは全然見つからなかったよ。足跡のない人影。まあその話は一旦置いておいて、目の前のことを優先しなければ。だから瞬きする間に逃げちゃうのが怖くてあまり目を閉じずにじーっと見てたの。それはもういいから。はいはい、わかったよ、もう言わない。それにしてもここの崩壊獣は以前と比べてすっごく大きくなってるのに、フカは相変わらず一撃で仕留めてて本当にすごいよ。実は
昔崩壊獣を倒す仕事をしていたのです。時間を重ねることでそれなりの経験を積むことができました。私から見ればそれほど手強くはありません。でもそれとは別にして、形態と破壊力から見れば、最初に慶明で遭遇した崩壊獣と比べると相当強くなっています。それについて考えられる理由は2つあります。場所と時間です。まずは場所。もしかしたら慶明と比べて兆候はより崩壊獣が生まれやすいのかもしれません。しかも強い個体が出現しやすい可能性もあります。この場合、崩壊獣が生まれやすい理由が分かれば、奴らがこの地に現れた原因を突き止め全滅させることができます。もう一つは時間ですね。時とともに兆候でも慶明でも崩壊現象が次々と広がっている可能性。この場合、前者と比べると状況はより深刻です。最悪の場合、残されている時間はごくわずかなのかもしれません。オレンジお姉ちゃん、ブルー、フカを禁足地に連れて行こう。彼女ならきっと大丈夫だよ。いいえ、ダメです。バイオレットちゃん、それにリツちゃん、どうして兆候まで来たの？慶明の方はどう？インディゴとイエローちゃんは見つかった？君は相変わらずせっかちだ。順番に説明するからちゃんと聞いて。まず慶明の方だけど、僕とバイオレットはすでに避難誘導を済ませバリケードも設置した。それとフカが以前頑張ってくれたおかげで現在異変はしばらく収まった状態だ。インディゴとイエローの方は町の訪問記録を調べてみたところ、彼らが最後に訪れた場所は博物館だと判明した。でも今朝フカさんを連れて博物館に行ったけど、インディゴとイエローには会ってないよ。博物館の扉の開錠記録を見ましたが、インディゴとイエローはみんなより先に博物館を訪れています。多分みんなが来た時にはすでに立ち去っていたんです。私たちより先なの？ああ、だから博物館に訪れても何一つ収穫がなかったんだ。リツ姉さん、どうしたんだ？バイオレット、いいえ、何も。何もって、そんなわけないでしょ。大声でダメですって叫んでたじゃない。そうですね、申し訳ないんですけど、フカさんを禁足地まで案内するべきではないって思ってますから。その理由は私の勘です。価値はあると思うよ。リツちゃんも言ってたよね、現在異変はしばらく収まった状態って。だからこそこの隙に調査をガンガン進めて一刻も早く事態を解決するべきだよ。そういえばバイオレットちゃん、崩壊獣の発生源がどこにあるのか勘でわかるの？もしかして禁足地だったりする？さすがにそんなことはできません。でも勘によると、多分インディゴとイエローは今のところ無事ですよ。うん。って、こういう時は多分じゃなくて、きっとって言うべきだよ。とにかく、話を一旦元に戻さない？私はレッドの意見に賛成だよ。今のところ、慶明と兆候を一周して捜索したけど、禁足地には入ってない。一番可能性のある選択肢をそのままにして、曖昧な手がかりにしがみついて待ち続けるなんて、考えてもおかしいもん。これで賛成は2票だね。ブルーはどう？僕もレッドに賛成するよ。フカさんはいろいろ手伝ってくれたし、さっきはレッドのことも助
けてくれた。それに彼女の仲間も禁足地にいるかもしれない。不可の仲間、そういうことか。それなら不可、異邦人として君自身はどう思っている？できれば調査のために禁足地に連れて行ってもらいたいと思っています。しかし以前入手した情報によると、あなたたちは禁足地に入れないどころか、そこに何があるのかすらわからないようです。それを含めて考えると、皆さんにとって紛れもなく一種のリスクであることはわかります。何の監視もつけない状態で町の代理人すら入れない禁足地を異邦人に探索させることになりますから。しかし私自身の意思から言うと、そのリスクは背負わなければなりません。和光君が言ったように、私の仲間が禁足地にいるかもしれないのです。調査できる貴重なチャンスを諦めるわけにはいきません。思っていたより誠実なんだね、フカ。それこそが信頼を勝ち取る唯一の方法です。それじゃあリツ姉さんは、君たち三人はフカを禁足地へ連れていくことの正当性をきちんと分析しているし、彼女もその行動がもたらすデメリットを素直に打ち明けている。彼女が禁足地に入れるかどうかは誰もわからないけど、それを前提にして一度試してもらおうと思う。そして何かが起こったら対策を考えよう。試すですか？簡単なことだよ。僕たちが扉を開けるから、フカは中に入ってくれればいい。僕たちみたいに迷子になって直接扉から出てくるようなことがなかったら成功だよ。そういう意味で禁足地だったのですね。わかりました。あ、そういえばもう4人も賛成してるね。圧倒的勝利だよ。レッド、何か大事なことを忘れてない？重要な何かを決める集会では全員が賛成じゃないと実行には移せないの。バイオレットちゃんも説得しないといけないの？そうですね。バイオレットさんはどう考えていますか？フカさんはいい人です。でもいい人だからこそ禁足地に入ってほしくないんです。来る途中に勘が教えてくれたんです。みんながこれから行う選択はターニングポイントになるかもしれないって。私はいつもみんなに迷惑をかけてますし、今回の反対理由はあまりにも説得力に欠けてます。それでもフカさん、考え直してくれませんか？あなたが諦めてくれれば投票の意味もなくなります。バイオレットさん、気を使ってくれてありがとうございます。でもたとえ皆さんと少々揉めたとしても、私は考えを貫きます。何しろ禁足地には仲間や彼女が残した手がかりがあるかもしれませんから。もしバイオレットさんが似たような選択を突きつけられたとしたら、きっと私以上に決意を固めて決して譲らないと思います。もしその先にあるのが未知だとしても、勘に背いている決断だとしても。わかりました、フカさん。でも本当に禁足地に入れたとしても絶対に気をつけてくださいね。怪我でもしたらオレンジ姉さんやブルーも悲しみますから。ええ、気をつけます。それに助けてくれた皆さんのためにも、私は最善を尽くして崩壊の発生源を見つけなければなりません。意見が一致したみたいだね。それじゃあ和子、フカさんを案内してあげて。私はちょっとバイオレットと二人で話したいことがあるの。あそこでフカさんを待ってるね。準備ができたら探しに来て。はい。そういえば前までは誰かが禁足地に入ることを許してなかったよね。どうして賛成することにしたの？状況が状況だからね。僕とバイオレットが避難誘導してた時に遭遇した崩壊獣は以前と比べると手強くなっていた。この事実は崩壊現象は時間とともに深刻になっていくという推測と一致している。彼女の行動理由がたとえ僕たちと違ってたとしても共通の利益があるんだ。
彼女に試してもらった方がいいと思っただけだよ。はいはい、わかってるわかってる。リツちゃんはそう言ってるけど、内心は名探偵フカに期待してるんだよね。へへへ、やっと言えた。本当に我慢したんだから。初めて会った時からそう呼びたかったんだ。え、どうしてですか？まずはロジカルな考え方、次に無敵のパワー、さらに衣装の方もそれらしい。小説の挿絵に出てくる探偵にそっくりだからだよ。それはとにかく、優秀な探偵は最も精錬された言葉で事件の真相を導く存在でしょ。しかも犯人とばったり会っても相手を一人で捕まえる実力を持ってる。勘ではバイオレットちゃんに劣ってるかもしれないけど、不可なら全部うまく解決できるって、どうしても僕はそう思っちゃうんだ。あだ名をつけるのが好きなだけだろ。そうかな。それより不可、レッドと住民たちを助けてくれてありがとう。さっきは少し耳の痛い話をしてしまったかもしれない。でも町の平和と安全を守るにはルールをきちんと守ることが必要なんだ。とにかくくれぐれも気をつけて。わかっています、グリーンさん。ありがとうございます。リツちゃんはいつも真面目すぎるから、尊敬はされるけどみんなと親しくなれないんだ。君もあまり変わらないんじゃないか。それはリツちゃんが無自覚なだけだよ。ヴァイオレット、まだ何か話したいことがあるの？私は別にそうでもありません。本当？う、博物館で何か見つけたんでしょ？動く石？それともおしゃべりできる投影？オレンジ姉さん、どうして？違います。つまり何も見つけてないんです。ヴァイオレット、知ってる？嘘が下手なのに、どうしても秘密を守りたいときは話さないことが一番の得策なんだよ。それかいっそのことイエローみたいに他の人に何も言わせなければいいの。そんなの。はいはい、もうこれ以上は探らないから。リツと意見が分かれてるんだよね。このことは後で彼女にも聞いてみる。それにしても、そこのお姉さん、目の前で盗み聞きなんてずるいにも程があるんじゃない？ああ、すみません、すぐに離れます。うっかりそのまま聞いてしまった。それに、和光くん、行きましょうか。うん。禁足地の扉、開けるときにみんなの力を合わせる必要はないのですか？必要ないよ。だってこれはただの扉だから。でも博物館と同じように権限が必要なんだ。フカさん、着いたよ。コウ君、前に扉を開けたのはいつですか？いつだったかな。そうだ、天災の影響を調査するために新たな住処が完成した後ここに戻ってきたことがあるよ。和光君の話が本当なら、扉に刻まれた模様には大量の埃が残っているはず。でも溝には少ししか残っていない。それと地面にも戦場の跡がある。つまりこの扉は最近誰かによって開けられている。そして和光君はこのことを知らない。それとも彼が嘘をついているのでしょうか？和光君、私の理解が正しければ、グリーンさんの言ってたビタたちの禁足地、その言葉の裏には二種類の意味があるんですよね。つまり、町の代理人として入れないことと、入っても出されてしまうことです。うん。
だか扉の裏にある世界に歓迎されてないみたいで、多分自分たちが管理してる街を勝手に離れたことと関係があるのかもしれない。もちろんそんなことをしたのはたった一回。うん、二回だけどね。その後は扉の裏にある世界を禁足地として訪れないようにしたんですね。以前から何度も強調されていた町の代理人のルール、それはおそらく違反してはならない何かの法律ではなく、日頃の行いから得た掟なんでしょう。そうでなければ私を禁足地に入らせるかどうかを話し合う必要なんてありませんから。その通りだよ。深さんは勘が鋭いね。私はただ皆さんが話していたことを簡単に整理しただけです。でももし私が入れるとしたら、皆さんが禁足地に入れない問題を解決する新たな糸口を見つけられるかもしれません。禁足地は町の代理人であるあなたたちを拒んでいると先ほど言ってましたよね。もし刑名に属さない異邦人である私を受け入れられるとしたら、禁足地はあなたたちのためにあるのだと思う。ワコウ君大丈夫ですか？深さん、ありがとう。僕は大丈夫。さっきは何かにつまずいただけだから。あちこちに石ころが転がってますね。雑草もかなり長く伸びてますし、歩くときは気をつけてください。うん、そうだ。いろいろ話したけど、やっぱり入れるかどうかを深さんに試してもらった方がいいと思う。では和光くん、お願いします。わかった。お願い、我和光の名をもって扉よ開け。ここが禁足地。足元の地面の他に見えるものは全て真っ白な霧だけだ。方向を示すものが全くない。それだけじゃない、くぐった扉も消えてしまった。先に進みましょう。これは漁師の海の生き物。禁足地はもしかして独立する世界の泡？それとも残骸？あそこにあるのは何でしょう？確認しなければ。レッドさん、はいはい、
何かあったの？ゆっくり話してみて。ピタお姉ちゃん。疑心？何があったのか教えてくれないなら、もう行っちゃうよ。あ、違う。本当に行くよ。日が暮れた後に。え？やだ。全部話すから。昨日の夜、パトロールが終わった頃に、しおちゃんが僕の知らないおもちゃで遊んでるところを見かけたんだ。それで気になって、しおちゃんになんで遊んでたのか聞いてみた。でもしおちゃんは全然返事をしてくれなくて、聞こえなかったのかなと思って、もう一度声をかけたんだ。もう一度話しかけても、しおちゃんは答える気はないみたいで、ずっとおもちゃで遊んでた。それでちょっと気まずくなって、一旦しおちゃんの友達と喋ったんだよ。それでしおちゃんがようやく振り返ってくれたんだ。目が合った時、慌てて彼を呼び止めて、しおちゃん、それは何のおもちゃ？なんだかすごそうだね。ちょっと見せてくれない？でもしおちゃんは、かすぎりなんてないって、それだけ答えたんだ。その後、しおちゃんの友達と何かを話したような気がするけど、内容はもう忘れちゃった。しおの言葉しか覚えてないんだね。そうでしょ？うん。ピタお姉ちゃん、もし今晩しおちゃんに謝りに行ったら、許してくれるかな？自分の何が悪かったのかもわからないのに、どうして先に謝るの？慌てて仲直りしようとするよりも、自分の問題をはっきりさせた方がいい。謝りがあればこれを改め、なければ一層努力する。これは最近学んだ言葉だよ。でも、それを直すべきかどうかがわからなかったら？え？あの後、しゅうちゃんの友達に、自分が何か悪いことをしたのかな、それとも単に機嫌が悪かったのかなって聞いてみたんだ。それで、どうだったの？しゅうちゃんの友達は、しゅうはただ僕たちが仲良くなってるのを見て、しばらく君のことを見たくないだけだよ。別に落ち込まなくても大丈夫。彼は彼だし、僕たちはまだ友達だからって言ってた。なるほど。友達の間にある独占欲だったのか。君たちのような年頃の子供にはよくあることだね。でも、前まではしゅうちゃんとすっごく仲が良かったんだよ。疑心、気持ちはわかる。そんなことがあったら誰だって落ち込むよね。本当にそんな些細なことのせいで、昔みたいに仲良くできなくなるの？って。でもね、すべての人に自分を好きになってもらうわけにはいかない。それは他人に対しても、自分にとっても負担なんだ。世界を作った神様でさえ、自分の信者に裏切られる。そういった愛や憎悪は、生きている限りずっと付きまとってくるよ。じゃあ、僕はどうすればいいの？そんなの、自分で自分を好きになればいい。自分に好意を寄せてくれた人に好きでいてもらえれば、それで十分なんだ。自分を嫌っている人たちは放っておけばいい。僕を信じて。機嫌を取るために本心に背いたところで、認めてはもらえないよ。君は君だからね。うん、わかった。ありがとう、ピタお姉ちゃん。でも、夜になったらもう一度しおちゃんと話してみる。え？謝るわけじゃないよ。ただ、ちゃんと話したくて。だって知らない二人が友達になれるのは、本当に貴重なことだから。そうだね。知らない状態から友達になる。確かに貴重だ。何もない霧なんかを見つめてないで、ついてきて。あなたは誰ですか？こっちに来てくれれば教えてあげるよ。どうやら相手は私よりも禁足地について詳しいみたいだ。しかし問題は、彼女を信じて光の塊についていくべきか、それとも、自力で先に進むべきか。あなたは誰ですか？僕？
僕の名前はビ。しばらく会うことはできないけど、こうして同行している間はちゃんと案内してあげるよ。どうして私のことを助けてくれるのですか？さて、どうしてだろうね。好奇心旺盛だからかな。その話は一旦後にしよう。何しろ一つ目のバグがもう現れてるからね。このコンソールのことですか？そうそう。なぜこんな霧に包まれた場所に現れたのですか？君から見た金属地は霧まみれなんだね。じゃあ僕は？僕はどんな姿をしてるの？あなたは光の塊です。どうやら想像力に欠けているようだね。僕によって生み出された幻覚ならきっと花や草に囲まれた生き生きとした風景になると思うよ。冗談だよ。要するに君が見ているノームは幻覚が現実にかけた帳のようなものなんだ。もちろん幻覚の現れ方は君自身に深く関わっている。コンソールの方は初めから現実に存在しているものだよ。巧みに仕掛けられた帳に現れたボロいやつだから僕はそれをバグと呼んでいる。理解しやすいでしょ？ではバグを拡大させることで幻覚を引き裂き再び真実へと戻れるんですね。その通りだよ。穴の開いた窓ガラスがすぐに全部砕けてしまうみたいにね。話を聞けばそう難しいことでもないように聞こえますが、具体的にはどうすればいいのでしょう？まずはコンソールに手をつけて、それから君の手を通して僕がバグの中に入って使える情報を探すんだ。最後は中でちょっとした破壊工作を行うよ。何かを企んでるとでも思ってる？こんな状況で助けてくれる人に出会えてとても感謝しています。ですが善意を示した後に命を狙いに来る人にも会ったことがあります。しかしどの道今は選択の余地がありません。ですから B さん、お願いします。了解。やっぱりそうなんですね。そんなに上機嫌になるなんて僕も嬉しいよ。でも残念なことにここのバグは小さかったから割り出せる情報は限られてる。でも次のバグはこんなものじゃないかもしれないよ。金属地の自動防衛システムに触れちゃった。心配いりません。こんなものは邪魔になりませんから。負荷はすごいんだね。これぐらい問題ありません。そういえばB さんは崩壊獣や量子生物のことを知っていますか？君が目にしていた怪物のコードネームかな。随分と複雑そうだね。
そういう難しいのはとても嫌いなんだ。全部モンスターとかにすればいいのに。そうですね。私も同意します。何はともあれ、今は奥に入って調べる最善のタイミングではありません。Vさん、続けて進みましょう。グレイシュを見つけることが目下の優先事項です。ああ。どうやら彼女との距離が短くなってきたようです。フカ、前みたいに手をガバンに乗せて。わかりました。マービン、私が何を書いてるか気になるの？私はね、星を描いてるの。この星は最初は真っ白で何もない。カラーブロックで星を作ることはできないって分かってる。でも絵筆を握ってるのは私だから。それに見たことがあるの。みんなが自分の絵筆で描いた色を。大半の人は色鮮やかだけど、ちょっと散らかってる感じもする。昔の人はちょっと違ってた。あの頃のみんなは色を一つや二つしか持ってなかったの。それにそのうちの一つは必ず運命と関わりのある色になってた。でも今この星には誰も住んでいない。それを考えれば純粋な白で間違いないよ。白は調和から外れたあらゆる色を受け入れてくれて、どんな色でも描ける可能性を秘めてる。例えば、私なら、緑を塗る。白い希望を乗せた色は、世紀をもたらす。地球に戻って、みんなと一緒に生活してた頃、大地は、緑に満ちてたの。森をめぐって舞い上がる、鳥の群れ。密林を沿って流れる、涼しいせせらぎ。そこには、荒れた大地も、灰がかって砕け散ったレンガも、燃える赤い炎も、全部なかった。マービン、私の星は、地球と同じだと思う？うん。同じじゃないよ。地球の緑は、流れる緑。黄色になったり、褐色になったりする。でも、私の星では緑は枯れない。長く輝く極光のように、どんな季節になっても、朝に目を上げた瞬間、あなたはその光景を目にできる。そこに青い空や白い雲、動物もちょっと加える。星にとっての空はもう一つの大地。白い雲には暖かな白鳥、働き者のハリネズミ、飴でできたカニが住んでる。え？どうして人間がいないのかって？だってこの星は箱舟の種をまくためにあるわけじゃない。ただ宇宙にはこんな星があるべきだと思っただけ。マービンにはわからないかもしれないけど、種をまくとここは人の色でいっぱいになるの。でも人間の色とこの星が持つ白、緑、青が溶け合うと一体どんな色になるんだろう。このグレーシュっていう人の気持ちすごくわかるよ。膨張こそが命の本質。それは不可逆で止めづらい。種が地に落ちた瞬間、この土地だけじゃなく種をまいた人にだって気づきにくい何らかの変化が訪れる。だから彼女は自分の仕事とその行為によって得をする人々を再び見直すときに迷いを感じるのだろうね。
迷い、長い童貞をたどった人たちはみんな似たような気持ちになるのでしょうか。ケビンもそう、スー、私、グレーシュだってそうなった。幸い誰かがグレーシュのそばにいてくれたみたい。マービン、箱舟の補給機関に新しく知り合った友達かもしれない。それにしても B さんは一体。おや、また何かとんでもないものを見つけてしまったみたいだよ。今日はかなりの悪天候。視程は短く、吹雪も続いてる。現地資源の採取効率は 25%。作業は順調に進んでて、約39時間後にウォータータンクとエネルギータンクの補給が完了する。この準惑星は火星と似てる寒い荒廃惑星で、星の表面はメタンでできた雪に覆われてる。箱舟の着陸地点の東から約 3400km のところに、北東から南西方向に伸びる山脈があって、そのおかげで吹雪による損耗はかなり減ってる。それと、以前出した通信に地球側からの応答は未だなし。原因不明。この星に着陸した理由は、種をまくためじゃなくて、今後の探索に向けて資源を補給するため。マービンには火星と似てる場所を見つけたなんて理由で、勝手に休眠を中止して、どこにでもあるような星で時間を無駄遣いしないようにと言われた。マービンの言う通りだと思う。でも火星で見つけた廃墟と、水流に浸食された痕跡を思い返すたびに、想像してしまうの。あそこにあった。あ、この辺で途切れてる。特に重要なことではありません。私の目的はグレーシュを探すことですから。うん、その通りだね。じゃあ最後のバグに向かって進もう。最後、Bさん、次のバグは相当危険なように見えますが。僕としては君には危険な目に遭ってほしくないけどね。それにしてもバグがこんなにおかしくなってるってことは、グレーシュに何かが起こったという事実を裏付けてるんじゃない？警告、警告。未確認ターゲット接近、自動防衛システム起動、休眠装置強制停止。何が起きてるの？損傷率 23.27%、 緊急脱出装置起動、直ちに。グレッシュ、待って、この怪物たち。 B さん、目的が明らかになった以上、もう隠れていないで表に出てきた方がいいのでは。おや、その言い方、僕が悪者にされてないかな。あなたは詐欺の才能に優れているとでも思っているのですか。結局のところ、あなたは誰ですか。どうしてグレーシュのことを知っているんです。それも仕事の内容まで分かっているようですね。あちゃー、偽物探偵だと思っていたけど、どうやら洞察力はかなりのものだね。おやおや、相当弱ってるみたいだけど、どうしてまだ権限が手に入らないのかな。つまり私が情報を見ているとき、
バグに触れている隙を利用して精神を侵食していたのですね。もっと正確に言うと奪うんだけどね。別に大したことでもないし、ちょっとくらい聞いてくれたって。グレーシュに会えないのは残念だけど、安心して、彼女は無事だよ。わかりました。真相した以上遠慮はいりませんね。スンケ、回転。B さん、茶番はここまでにしましょう。ああ、どうやら終わったみたいだね。芝居に関しては僕と同じぐらい才能があるみたいだね。ではこの情報をどれぐらい改ざんしたのか話してくれませんか。そんなすごい能力は持ってないよ。君が見たもの、聞いたものは全て事実。箱舟に残された録音も含めてね。まあここまで遊びに付き合ってくれたご褒美として、バグはちゃんと大きくしておいたよ。ほら、あそこにあるのが真実への出口。グレーシュもあそこで君を待っている。信じるかどうかは君次第だけどね。まあアバターを貸してくれないなら、ここは一旦お別れとしよう。まずは出口を確認しなければ。グレッシュ、やっと見つけました。